国鉄42000系車は、日本国有鉄道の事業用貨車である。従来、貨物列車に連結される車掌車は4一系や4500系への会話前はそれぞれ、4F6000 型と 4F7000 系等が使用されていたが、それらは、マッチ箱と呼ばれた古典木製二軸客車を改造したものであった。それに対し、初の車掌車の新車、 なおかつ初めての構成の車掌車として製造されたのが本社である。製造は1937年から1938年にかけて汽車製造、日本車両製造本店及び東京支店にて行われ、計100両が登場した。各年度の製造会社と両数は次の通りである。本社は新車として設計、製造されたので構成者であり、 車体も車掌車としての取り扱いを考慮して、従来の片側デッキから両側デッキ構造となっている。4200mm の軸距と乗り心地を考慮したスパンの長い重ね板バネのないバネ、一段リンク式軸箱指示の走り装置を持つ、車体は4枚の窓が中央に寄席味に配置され、車内には車掌業務用として3人分の執務机と椅子。 チョイスが設けられている。ただ、余一系統に設置されていた便所については、本形式では採用されなかった、この両側デッキ、4枚窓、3人分の乗務員、設備、4200mm の軸挙といった構成は、その後のよ3500型、よ5000型といった新型の車掌車にも引き継がれ、長らく国鉄車掌車の標準的な形態となった。なお、図書区は黒である。 登場後全国で使用されたが、太平洋戦争による戦火で12両が、戦災敗者となっている。本形式は、予3 5 0 0型、45000系等の本形式より後に登場した、車掌車と比べると、暖房用ストーブがない、室内等設備が、石油ランプである灯身を取りがしたため、1964年に、乗務環境の改善のため、車軸発電機、 蓄電池の設置と合わせた、電灯設備の取り付けと、石炭ストーブの設置等の近代化改造が施され、1967年度には1968年10月1日イヤ改正に、対応した、走行性能の改善のため、国鉄名古屋工場と日本車両製造において、軸場熱流けを二段リンク式に改造し、最高速度の向上が図られた。その後、 老朽化による予8000型への置き換えや貨物列車の廃止による余剰廃車で順次到達され、1985年度に形式消滅した。予2047が京都府与佐郡与佐野町の蚊帳 SL 広場に生態保存されている。ありがとうございます。